面白くないと思うんだよね。付き合いの席があるよ。そのきっかけはやっぱり、ね、付き合い席富士川から延べ山までやっぱり新しいことしないとねつまんないと思う。オーナーの口にここ数ヶ月本当に監視してるのが昔の和也さんで富士川の文字をヘロヘロで全然止まなかったのがここ数ヶ月すごいアクティブに飛ぶ。おー、はい、残り少ない人生は分かってる。そう、楽しんでます。あと、ね、なんとか200って言えるって就活席な就活してます。そう200行動をなんかもうおじさんたちの予約がすごいよ。そうですか、 C よ、生まれ変わったね。生まれ変わったやっぱね。で、あの大福氏がキャノピーをね違うあのキャノピーをね変えてから自分に目覚めたんだよ。あ、そうニュークレオンバッチリだよ。あの前は何だっけ。ニュークレオンか、赤いやつ、うん、いろいろ乗ったけどニュークレオンになってんもう目覚めちゃった。いいよ。ニュークレオンになったらなんかすっげえアクティブなの。どうしたの。いや、まあ就活だから。